この番組は鳥取県産業技術センターが取り組む技術開発の内容や地元企業と共に取り組んだ成果をご紹介いたします。皆さんこんにちは。鳥取県産業技術センターの塚根亮です。皆さんが毎日必ずといいほど使っていて毎日の生活に欠かせないアイテムの中に鍵があると思います。鳥取県産業技術センターでは今年米子市に工場のある株式会社ゴールの技術支援を行い、共同で耐久性に優れた鍵の開発を行いました。一緒に製品開発を行った株式会社ゴール米子工場長の岡田さんです。今回技術支援をさせていただいたわけですが、そもそもなぜ耐久性に優れた鍵を開発されようと思われたんですか？私どもゴールは鍵の専門メーカーですが、当社の鍵製品の一つである銅合金製の製品において応力腐食割れが原因と思われる不具合事例が発生しました。応力とは外から力が加わったときに内部に働く抵抗力のことです。応力腐食割れというのは金属材料に発生する経年損傷の一種で、応力が発生した状態で腐食するような環境に置くと表面から割れが入る状態のことを言います。応力腐食割れは3つの因子が原因となって引き起こされます。まず1つ目は材料が原因となる材料因子です。2つ目は使用する環境が原因となる環境因子です。そして3つ目が力学因子です。物体に外から加わる力を除去した後でも物体内に存在する力を残留応力と言いますが、そういった力が加わることも劣化する原因となります。応力腐食割れはこの3つの因子が相乗的に働くことによって生じます。逆に言えば3つのうちどれか1つでも因子を取り除けば応力腐食割れは発生しないと言えます。そこで力学因子を取り除くことで改善できるのではないかと考えました。ボールさんからご相談いただき、産業技術センターで応力腐食割れが生じた銅合金製の鍵をよく調べてみました。すると割れが生じている部分はロゴの刻印周辺に集中しているということが分かりました。鍵の製造工程はまず板材から鍵の形状に打ち抜く先端工程が行われます。その後メーカーのロゴを刻印する潰し工程と続きます。我々はこのロゴを刻印する潰し工程により残留応力が生じているのではないかと考えました。シミュレーションを用いて残留応力を調べると、推測通り潰し工程により大きな残留応力が生じていることが分かりました。そこで製造の順序を変えてシミュレーションを行いました。すると残留応力が小さくなっているという結果が出ました。次に実際に試作品を製作し、急速に腐食させて判断ができるアンモニア試験を行いました。その結果、従来品は20本中19本に割れが発生し、割れた箇所は367箇所に及びました。一方、開発品は20本中割れていたのはわずか1本、そして割れた箇所も1箇所のみと、とても高い効果が認められました。この発見により、材料を変更することなく、製造工程の順序を変更するだけで耐久性アップにつながることが分かりました。製造工程がまさに今回の開発の鍵だったわけですよね。そうですね。この発見ができたのは、産業技術センターさんの技術支援があったからこそだと思います。こうして共に開発した研究成果は、鍵製造方法および鍵製造ラインとして特許登録を行いました。鳥取県産業技術センターでは、本県中小企業が抱える課題開発のための技術支援を実施しています。何かお困りのことがございましたらご相談ください。